するしない。どうも、日向彩子です。今回も MJ のトンプー戦参戦したいと思います。では早速いっちゃいましょう。フリー対戦トンプー、今回も頑張ってビングいっぱい回さないとみんなに何もプレゼントできない。さあ、あっという間に集まった。始まります。よろしくお願いします。トーン1曲、ドラはウーワン、プレイヤーはペイチャです。実況は私小林美沙、そして解説は馬場博一です。ちょっと待ってね、音が全く聞こえないんだけど、どうしたと思う？音が聞こえない、音が聞こえない、あ、耳に刺してないからだ。ソーリーソーリー。もうやばい、マイク劣化して、あ、聞こえる聞こえる。あっという間にイシャンテンだ。やばいね、アイコ死んでるね、耳も全部、脳みそも。あれ、なんで聞こえないんだろう、音を大きくしたのにみたいな。あ、トン泣かれました。親がダブトン、ドラウーワン、あら、 CPU ダイソーになっちゃった。あー、これはね、ちょっとね、いろんな変化もあるので、さすがにテンパイを取らずに、手代わり待ちたいと思います。5、6、7だったりね、4、5、6見えますしね。やめ、変化嬉しいし。ローソー、いやー、悪くない。でも、ワンズが安いんですよね。ちょっと、ワンズ残そう。一体どんなドラマが待ち受けているのか。三ワン、あ、この両面は嬉しいのでリーチ打っちゃいます。リャンウーワン待ち。いや、音が入ってないかと思ったらイヤホン刺さってないっていう最悪なミスをしてましたけど、今イヤホン耳に刺さったんでもう聞こえます。大丈夫、うっかり八兵衛にも程があるよ。リャンウーワン、リャンワンあたりありそうですけど、カンパーワンが先に積もってた。でもリーチ積ものみ、リーチピンフですからね、これ高めドラだし。上がりきることはできるか。上がりきりたいです、ミサさん。あー、出た、リャンワン、リーチピンフ。ここで大きなロンの声。あと気になるのは裏ドラ、どうだどうだどうだ。ゼロ乗ってない。ふう、ゼロ枚でしたか。ドラマリャンワン、プレイヤーはシャーチャです。さあ、ひなた、お、ドラが1枚。これで一歩リードしました。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。あ、おかえりなさい、よかった、プレイヤー戻ってきてくれた。結構薬杯から私は切っちゃいます。今回またね、3色とか瞬付系の手で見えますからね。こういうのも先に初の方がみんなが役になる牌なので、初から切っちゃいます。うーん、これね、嫌だな。ペンチーソーの受け入れよりもペアンソーのくっつきだったりの方が偉いかなと判断しました。ペンちゃん外し、 Q1 をポン、ピンズ378って並べての Q1 だから、染め手がメインかトイトイかな。でもドラ色のね、本質だと高いんで、ちょっと様子は伺おうかなって感じですね。各茶どんな最終形を思い描いているのか。赤入りのルールなのでやっぱり5とか5の近くはね、大事にちょっとしがち。各茶どのように打ち回していくのか。 E1 これね、先に切っとこっかね。もうね、トイメン切ってくれてるし。結構ね、上茶さんはつも切りが続いてますね。お、チーソーポン。はあ、なるほど。779から7ポンしたんですね。さあ、この牌はどうなのかな。あ、止まった。誰か統一だ。ああ、こっちに来たよ。このシャアとかもね、安全牌だと思って取っておきたかったんですけど、あの仕掛けが入ると安全牌じゃないな。場に緊張感が漂っています。いや、三色の目はあるけれどですよ。風騒ぎり、シャーチャ泣くかな。あ、泣いた。両面チーだ。またも想像を仕掛けた。
あー、ドラ切った。そしてドラが通る。まだ張ってなさそうですもんね。9ピンか。3色の目はね、残しておきたいので、こうやって打ちましょうか。おー、積もられた。じゃん、そう、軽快な積も上がり。タイヤを赤、これはうまく打たれてしまいましたね。タイヤをドラ、2234から5を泣いてのシャンポンテンパを取ったんですね。なるほどなるほど。トン3曲、ドラは3ピン、プレイヤーはナンチャです。現在のトップはシャンチャです。4シャンテンか。一体どんな結末、ちょっと染め手は見たいな。ちょっとこうしましょうか。ドラ3ピンだし、3色か、三色か本一か。場は膠着状態。あんまりね、こういう良くない形の手はパンパンにはしたくないので、支配にはまだ手をかけたくない。あー、来てますね。止めちゃうか、トン合わせとくか。これで一歩前進。一応ね、白が統一なので通りやすいから、2枚切れのとはもう今回切れる。7、6切ってる。ワンズが安いですね、場に。一番最初に仕掛けるのは誰か。リャンワンあたりがもう狙えないかな。切っちゃうか、3ワン。下茶、ここは統一落とし。ドラがあるわけじゃないので、ピンズも払っていきたい。現状2着目だけど、もうラス前ですからね。重苦しい場に。さあ、この範囲に反応。ここはスルー。つもぎりが続きます。最後の最悪なパターンは3色できちゃうことですけどね。どうなんだろう。まだ染めて間に合う。やってみよう。2ピン止まった。ここで仕掛けていく。泣きたかったんだよね。そうですよね。ひなた、これでリアンシャンテンです。シャアがションパイ、ナンは1枚切れ。うんうん、次はポンもしていけますね、一応。少し場が落ち着いてきたか。メンホンチートイのリャンシャンテン。あー、これはメンホンチートイに取るわ。チーソーいってみます。ひなた、いいシャンテン。キャー、これね、何もペイもありそうなんですよ、今回。さあ、この牌はどうする。ここも我慢。あー、違う、思ってたんと違う。どうしよう、どうしよう。はあ、いいぞ。いや、なんかな、なんちゃだし。これポンしてもありかな。あ、ポン。ポンと合わせて動き出した。テンパイは取りたい。今ね、3層が2枚と数層が3枚見えてるので、カン。ひなた、ここでカン。あー、これは嫌だな。切ってみよう。どうだ。アグレッシブ。あ、ポン。テンパイ取れました。リャンソーとシャアのシャンポン待ち。シャアはね、もちもちかもしれない。でも3層2枚切れなんで。あー、ここでチー。おー、光ったツモ。シャアいた。イエーイ。これは強烈な上がりだ。これは強烈ですよ。さあ、ローハン、ハネマン。3600です。いや、うまくいきましたね、今回は。ラッキーでした。そしてオーラソーヤ、これはね、守りきりたい。あ、ワンズが多い。ハクが統一。うん、泣いてもいいですね、これだったら。そうですね、ババさんのおっしゃる通り。今回ね、もう役とか1個あればいいので、好きなの切っていきます。問題はリャンワンがドラヒョウ。切っちゃおう、切っちゃおう。さあ、この範囲に反応する。いや、これは泣きたくないな。ここはドラを持ってきた。一応ハクバックの仕掛けをしていくのもありなんですけど、うん、ちょっとスタンスが合わないかもしれない。一応14500点差なので、マンガンを下茶の方に積もられても、私はトップということですね。
で、もう一個大事なのが、自分の目からリャンワンが全部見えているので、E1 はほぼほぼ安牌。各茶どのように打ち回していくのか。無駄相撲が続いている。で、上がりに行かなくても、パスをコンされてますね。雲行きが怪しくなっています。そう、トップ守りきれるなら、そんなに無理はしなくてもいいかなって。カミ茶、ここでポン。もうね、先にウーピン切ってるんですよね、カミ茶さん。ウーピン切ってて、3ピンはポン。で、一応、手出し者。トップ目なので無理はしませんね。果たしてここをしのげるのか。で、このリーチ者に打つことが一番良くなくて、ここでも仕掛けない。それ以外は別に打ってもいいので、まずは現物のリャンワン打っちゃいましょうかね。カミ茶さんに、あードラさん、わーお、わーお、これトイトイに当たらないんで打っちゃいます。あー、 E1 これ完全安牌が4枚、幸せですね。絶対に感しません。場を制するのは一体誰なのか。いやー、楽しそうな2人がね、今神茶と下茶さん。あら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 、トップ目なので無理はしません、ね、おー、当たったかな。ふう、怖、これは思わぬ失点。これはうまく打たれてしまいましたね。リーチピンフ、この横移動は大丈夫。トップを守り切った。ということでトップ、イエーイ、トップ取ったし、跳ね間上がったから全部で7回、7回ガチャガチャできるの、ガラガラ。さあ、というわけで今回の結果はトップ戦トップでした。で、跳ね間1回あるので全部で7回ガラガラしますけど、さすがにこれもらったっしょ。じゃあいきます、7回。1,2,3,4,5,6,7,8。ではチェックしていきます。1個目、26番、74番、ゼロ。次、63番、ゼロ。まあまあまあ、次、71番、あった、あったけど、あったけども、 あったけども、ここ71番、ここでした。あったけども、けれども、けれども、はい、次20番、あ、ある、ある、リーチ増えた、リーチ増えた、やばいやばいやばい、ちょっと確認する、こんなに開いたよ、見える、反射で見えない、ちょっと画面見づらい、こうした方が分かりやすい、こんな感じに開きました。リーチが10番、違う、10番嘘です、28番、どっかある他に、41番か、2箇所、ここがここ、あと2個、さあどうだ、1個目、じゃん、64番、あります。あ、リーチ増えた、リーチ増えた、見て見て見て、はい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 、2番も、あと1個いくよ、はい、いきます、じゃじゃん、35番、ないわないわ、今テンション間違えたわ、ないわ、35番。というわけでリーチが増えただけですかね、でも嬉しい、穴開きすぎじゃね。え、こんなに開いてて1個もビンゴ取れてないって、私の目が節穴なのかな。え、でもめちゃくちゃありますよね、67、28、2、41、4件、リーチ読めんじゃん、読めんじゃん、引けないかもしれないってこと。なんかちょっとげんなりしてきちゃった、なんかこんなに成績悪くないのに、なんでこんなビンゴ出ないよ。何ビンゴできたかでしょ、要はですよね、ゼロですわ。MJ、 ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。ではバイバイ。